ダイム。お、はい、いいね、いいね、中川パラダイムね。はい、気合い入ってますね。すごいね、どなたですか。エビススタジオの森津です。よろしくお願いします。ウォルステックのね、コーチで、もう三田兄貴がもう大絶賛。そうですね、まあ若いっていうのもあって、うん、ブンブン振るから、うん、スイングも綺麗だし、あ、ブーボンって感じね、うん、すごいから。今何歳だっけ。23です。若い、若い、若いな、おい。もうだからたまにはさ、もう我々はもう初老じゃないですか。もう俺に限ってはもう更年期も入ってきたから、もうテスターもちょっとさ、刷新していかないと、はい、うん、ね、というところで、まあ、実際に森次君もね、はい、この後打っていただいた、はい、動画とかもね、うん、この後出るかもしれませんけれども、はい、キャロウヤさんの、うん、パラダイム、はい、ついに出ました、ね、ついに出ましたよね。そうで、何やら、うん、このパラダイム、うん、過去のローグ ST、はいはい、ログ ST、 さらにその前身のエピックシリーズ、うん、これをなんか掛け合わせたようなモデルになったと。まあ、なんかまた嘘くさいこと言ってるから。これね、ぜひシダライブの方もね、アーカイブ残ってますんで、そちらもちょっとぜひ見ていただければと思いますが。そうだね、まあ、そこでも言ってましたよね、そんなようなことを。そうですね、うん、いや本当なのかと。そう、ね、兄貴はもうすぐ疑う方から入りますから、ね、本当かいなっていうところでね、はい、全部感じました。調べてみないとね、これね、分からないから、本当かいなって言うと、じゃあ貸しなさいよっていうところで、はい、今日もいつものごとく GDO 本社1階で、うん、はい、トラックマンを使ってですね、はい、同一のシャフトを刺して、はい、でテスターも同一、うん、はい、ね、それじゃあどういうボールになってるのか、うん、ね、ここを検証してみましたね、これね。あ、そうですね、これ間違いないやつだから。これ今回はまたね、新しい試みとしてね、もう森次氏がもうブンブン丸で、うん、もう本当に初速も70超えて出るような子だから、うん、これ2人ね、そんなブンブン丸いらないかなと思って、今回コメントにね、小太郎さんも石井亮介さんみたいになるためにはヘッドスピードをコントロールできなきゃダメだよっていうね、ありがたいお言葉いただいてましたんで、よくわかんないけどね、私ヘッドスピードコントロールしてやってみました。そうね、はい、なので今日は吉田亮介になってそうですまあまあそうですね、リスペクトを込めて、捕まるモデルの場合はちょっとヘッドスピード42とかに抑えて打って、うん、スタンダードモデルで44とか、そうですね、45ぐらいでやって、まあ最後のはまあちょっとしっかり47ぐらいで振るみたいなことをやった、まあ、インプレッションもちょっと今回は入れたいと思いますけれども、うん、まあでも、はい、キャロウェイさんはどこまで行っても初速なので、はい、やっぱりスピードのある方が振ってどのくらいこう上がるのか、うん、で今回のパラダイム、うん、もう契約選手、うん、思いっきり変えたらしいから、すごいらしいですね、これはね、うん、チェンジ率めっちゃ高かったらしいから、いや本当に、うん、で、はい、まず今日のメイン、はい、パラダイム X と、はい、パラダイム終わりスタンダードのやつですね、はい、うん、あとはとんがってる系の、はい、今回 LS 等つかずに、はい、パラダイムトリプルダイヤモンド、いやかっこいいよね、うん、本当にもう今までトリプルダイヤモンドはちょっと特別なラインのね、そう展開でしたけど、どうでした、率直な意見は。そうですね、なんか新しい感覚のドライバーです。新しい感覚の、新感覚、新感覚、新感覚ドライバー来ちゃった。コートローはどうだった、打ってみて、新しい感覚ドライバーでした。そう、まあ今作すごいんですよ。いや本当にね、ちょっと新しい感覚ですね、今回、はい、360度なんとかなんとかシャーシー360度カーボンシャーシーね、もうね、フレームの部分に金属使ってないの、もうそれすごい、もうついについにね、でもうキャロウェイさん頭おかしいから、もうねキャロウェイ、うちはもうフェースだけやればいいですって言ってた。なんかここを空気にしたかったんだってね、もういらなかったこれもうっていうところまで行き着いちゃったらしい。なのでフェースとウェイトと途中のこのボディ、はい、ドンドン作ってると、これ組み立てるような感じじゃないんだね、だからあれなんですよね、完成モーメントを維持しながらボールの初速もすごく高めることができるみたいな。そうです、この本当に360度カーボンシャーシがあるがゆえの結果につながってる、やっぱりここをね、ウェイト、まあ、重さ一番取られるところがこれまた余剰重量好き勝手できるようになっちゃったから、うん、うん、ね、うん、それでいてこういうスタビライザー的な可変できるのは僕は受け入れますよ、はい、そんだけ軽くできたんだから、なるほどね、ここに重さ持たせてもどうってことないから、どうってことないから、うん、これはもう認めます。うん、でもねキャロウェイさん言ってた、やっぱここはね余計な重さ取られるって言ってた、あ、うん、だからあながち俺のね過去の従来のモデルのね推測は間違ってない、エピックの時言ってましたからね、言ってた、完成モーメントの値を最大限に出そうと思ったらやっぱこのフレーム、横に広がるフレーム重量が邪魔なんですよ。邪魔なの、邪魔なんです、邪魔なの、邪魔なんだけれども、別にいいの、
なんでかっていうと、なんでかっていうと、キャロウェイさんはそもそも完成モーメントなのに大して気にしないの。そもそもちゃんと言ってたからこれね、これね、いらねえだろっつって、いらねえだろっつって。でもさ、見返すとほらチタンだからね。そうですね、使ってたからね。これがもうないからカーボンになりましたね。バカだね本当に。でもね、これだけは言いたい、これだけは言いたい、はいはいはい、やっぱりフェイスのテクノロジーはもうすごいよ。いやそうね、うん、なのでお帰りなさい。初速が帰ってきた。初速が帰ってきた、すごい。これはもう帰ってきた初速、うん、すごい。どう、うん、どう3機種打ち比べて、やっぱそれぞれ個性あるんじゃない、うん、そうですね。エピックシリーズどうだった？すごいサバサバしてるなって。あー、やっぱちょっと今低スピン感あるし、まあ、コントロール系メインだから、まあ、初速は強いよね。そうですね、うん、じゃあ孝太郎君どう、その辺り。もう久しぶりに打ちました本当に。そうだよね、エピックシリーズちょっとやっぱ懐かしさもあったんですけど、でもね、やっぱポテンシャル高いなって思った、ね、やっぱりあのボールデータで見てもボール初速はズバ抜けて、で初速感はやっぱすごかったあるし、そう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 、うん、やっぱこの中ではそうだね、そこはやっぱ秀でてた ね、うん、で一方こうローグ ST になってくると、うん、また全然違う、この優しさをすごい感じれる。そうなんだよな、あ、やっぱり超優しいなっていう印象、うん、これ、あの森継コーチもそうだけど、孝太郎君もそうだね、うん、俺もそうだね、うん、一番捕まって安定してたね、これ、ね、そうですね、ローグシリーズがね、これみんな同じだったね。だからまあ本当に安定してスコア出したい人はもうここでいい気がする、うん、そうだねって思った、うん、やっぱ一番打ち出しは右に行きにくかった。あ、そうですね、総じて総じてね、総じて、やっぱボールも上がりやすい。これね、やっぱ雷角もあるんですか、やっぱちょっとアップライ重心角とかそういうところもあると思うよ、ちょっとアップライトめな感じだから、うん、右へのミスをかなり防げる、ね、で完成モーメントもしっかり持たせてきてるから、ね、やっぱり安定感はやっぱもう感じられたね、うん、吉田亮介でやってた時もいや優しかったですね。やっぱりそうだよね、これはもう真っすぐばっか出て、そうだよね、うん、優れた本当に、ね、もう名機としても、うん、あの認定でいいと思います。なるほどね。さあ、からのですよ、からのからのこのパラダイム、ね、どうパラダイム、なんか、あ、新感覚なんで、うん、慣れるのに時間がかかるかもしれないなと思うんですけど、うん、それ何、もう少し具体的に言ってもらうと、新感覚っていうのは何が、打感とかいろいろあると思うけど、打感もそうですし、音も、うん、なんか柔らかい音がすると初速が出ないっていう、まあイメージが、ね、概念とかイメージがあったんですけど、それはどっちかというとこっちの方に強かったかなと思うんですけど、その中でもなんか所属が出るっていうのは不思議な感じがあった感じですね。キモいってこと。打った打感なりそんなのともうデータが一致してないんだ、頭の中で。そうですね、ちょっとでもね、それ分かります、森継コーチがそれ言ってんの。もうローグ ST とはまるで違う、もう完全新設計だからね、新設計、これ、うん、これとはちょっと違いましたね、うん、かといってエピックかって言われたらまた違う、ちょっと違う、うん、新しいラインでまた入ってきたなっていう感じがあって、うんうん、なるほどな。1個だけ間違いなく言えるのは、うん、トリプルダイヤモンド、うん、カレーこれ、いや、っていうかね、これね、これパラダイムが、うん、前回のローグに比べるとそんな捕まんない。そうですね、うん、左にこうしっかりっていう感じはちょっとない。だそこ、うん、そこの打ち出しに関して言うとちょっとエピックっぽさがあるんだよ。あ、そうですね、うん、そう、でも、少し捕まりにくくはなってるけど、まとまり感はローグなんだよね。ああ、なるほど、そう、うまいこと言いますね。そうなんだよ、そういう感じ。まあ、X モデルもいわゆるドローバイアスのちょっと効いたヘッドモデルになるじゃないですか。そうですね。でもなんかその何、今までこうスタンダードモデルしか使ってない人もこれは一回テストすべきだと思いましたね。そう、でもパッと見よ、パッと見よ、パッと見、パッと見、うん、このパラダイム X って言われるものね、うん、ドローバイアス表面上入ってないのよ。そうね、いや本当パッと見入ってない、中はどうなってるか分かんないけど、うん、まあ多分ないと思うんだけどね、うん、だからそんなにだからドロー感がないんですよ、ね、そうそうそう、従来品ってあるじゃない必ず、はい、そうですね、うん、もうこのヒール側になんかさ、こう入ったりしてたじゃない、マックス D とかもね本当にありますよ、だいたいウェイトがあるじゃない、ね、で全体的にもうヒール側に入ってるとか、そうですね、うん、それは一切ないんだ、一切ないからね、うん、だからまあちょっと思惑ももしかしたらそこまでドローバイアス入れないで、そうだね、いいかもねっていう、うん、だ結構スタンダードっぽい位置づけかもしれない、うん、あ、いや本当に、うん、まっすぐでその代わり左右ブレを一番とにかく少なくするっていうぐらいのレベルだと思う、うん、うん、
俺はそんなにバンバン左に行く感じはしなかったです。そうですね。どうですか。そうですね、なんかローグ ST とまた違った感じです。そうだよな、振り抜きやすいですね。マックス D とはちょっと違うよね。違う、そうですね、全然違う、ね、うん、いや本当にこれすげえなと思って。そうだから前回の優しさを求めるとちょっとタタタタってなっちゃう人はいるかもしれない。え、ポッと負けるんですか。チャンネル登録よろしくお願いします。モリツ行為使うならどれよ。あ、いや前作のでもいいよ。エピックとかローグ入れていいよ。忖度しちゃダメだよ。忖度なし。今のシャフトのままでヘッドだけ変えるって形なら、うん、もうここで問題ないと思います。パラダイムスタンダード、パラダイムじゃあモリツコーチが使うのは3世代並べたとしてもパラダイム。そうですね。コウタロ君は、俺はエピックスピードだね。冗談です、冗談。トリプルダイヤモンドも、うん、なんか顔は一番好きなんだけどね。そう、構えた感じは。ただもうちょっとだから、俺 10.5 度、それこそもし展開あるんだったらもうちょっとロフトネタの打ちたい、うん、お兄さんどうですか。僕 もうパラダイム終わり。あ、しっかり捕まるところはね、うん、多少、まあ、ローグに比べちゃうとないけれども、うん、やっぱ安定して初速がやっぱすごかった。でもね、初速1位で言うとね、俺実は、やっぱりエピックの LS はポテンシャルえぐいなと思った、うん、マジで。まあただ LS やっぱり初速出るんだけど、そうね、ちょっとむずいのよ、やっぱり。ちょっと曲がるから、まあ、LS とちょっと比較のちょっと、ね、違うのかな、違うのかね、うん、やっぱこっち寄りだね。そう、うん、そっち寄りですね。エピック寄りだね。こうやって綺麗に並べてもらってるけど、こことここの間に割とこうある、ね、そうね、それぐらいちょっとタイプ違う気がする。違った。これみんなそうだとね、優しいもんな。ローグ、ローグ ST はやっぱ素晴らしいですよ、これ。ハッピーは、はい、ということでぜひね、こちらパラダイムはもう本当にこの3モデル全部一旦打っていただいて、トリプルダイヤ、トリプルダイヤ、ここはちょっと本当に本当うまうまヘッドスピード早々激ゴリラの方に打っていただいて、もうプロでいいです、これプロでいいです。まあこの2つですね。じゃあこの2つどっちかだろうね。メインはね、うん、はい、あんまりこう左っていうよりかはもう安定感と前にっていう感じ、うん、そうですね、うん、エピックの初速感と、ね、ローグ ST マックスの安定感、うん、これがパッと入ってるのが本作と、ね、だからまあキャロウェイさんの言ってることはあながち嘘じゃございませんでした、うん、これ実際にボールデータがそう出たね、はい、結果として、ね、この後ね、あの森次コーチの、うん、ボールデータとあと美しいスイングもね、ぜひね、ちょっとだけね、吉田亮介プロが出るんですか。吉田亮介はね、まあちょっと差し込もうかな、差し込むかな、うん、ということで、はい、今回はこのね、モデルごとに作られてみたというところでお届けいたしました。はい、次回はどんなクラブをお届けできるでしょうか。はい、さよなら、さよなら。やるパンダーイ。うまいなね、今日調子いいですね。Thank you.
うまい。うまい。いいじゃん。うまい。めちゃくちゃ捕まるじゃん。